はい、今回も初見でですね、5万のジムを行ってみようと思います。はい、1体目シャワーズ。2体目ギャラドス。3体目がカビゴン。4体目がシャワーズ。5体目もシャワーズで、ここはシャワーズで押します。音入れましょうか。サンダースに変えて、まずは一発。2体目。3体目。これは突っ張れます。突っ張ります。これも突っ張ります。5体目。6体目。
打ちたい。7体目。うわーでかいな。海流行きましょう。8体目。これは突っ跳ねます。あタイム。10体目ですけど、まあ間に合わないでしょう。あとはもう突っ跳ねます。何が来てもやる。今一歩でしたね。あと一撃っていうところだったんですけども、やられてしまいました。はい、うん、まあはい、明日もですね、まあこれレベル10になってると思うんで、ここを叩きに行きます。はい、でどっかのタイミングでジムを、まあ、5万をですね、こう何回何件もでき始めてるんで、どっかのタイミングで1日にね、まあ、2つとか3つとか5万をゼロにして、で配置していかなきゃいけない時が来るんじゃないかなっていう感じはしてます。まあ、その準備をね今現段階でして、で、まあ、キャラのね強弱、うん、強い弱いで耐属性とかをねこう見分けたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。